リフレッシングフェイシャルローションを作ります。日焼けのダメージや鎮静作用のあるローションを作りましょう。まず最初にアルコール、ウォッカを代用しております。ウォッカを5ミリ加えます。蜂蜜を小さじ1加えます。よく振り混ぜて蜂蜜を溶かしていきます。溶けたらそこに精油を加えます。今日は、リフレッシングなのでラベンダーとティートリーとパルマローザを2滴ずつ加えます。精油を加えたら再びよく振り混ぜます。混ぜたら、精製水を90ミリリットル加えます。再びよく振り混ぜます。蜂蜜がしっかり溶けたら遮光瓶、煮沸をした遮光瓶の中に加えます。蓋をして完成です。精油は、中身を変えるだけで虫除けのスプレーやルームフレグランスにも、代用ができます。同じように作ってください。